どうも、マサダイです。今日はですね、いつもジムの帰りに、買ってる飲み物があるんですが、そいつが色が変わっていたということで紹介します。マッチピンク、ピンクグレープフルーツ味。春だから出たの？パッケージはこの通り、ピンクです。そして飲み物の色もピンクです。まあ特に変わった様子はないですね。何やらキャンペーンやってるようなので、ぜひぜひやってみてください。それでは飲んでいくんですが、ちょうどジムの帰りということで、ピンクと通常版ですね。こっちが普通の、マッチで、こっちが新登場のマッチピンクということになっています。まあこっちの味はねまあみんなわかると思うんで、まあとりあえずこいつを片付けちゃいましょう。それではいただきます。マッチでーす。関係ないか。あー、確かにピンクグレープフルーツだ。おうおう、柑橘類。いただきます。うんうんうん。あ、ほんとだ。え？無果汁なの？無果汁らしいんですが、かなり、ピンクグレープフルーツの味が出ているのではないかと思います。うん。あ、ちょっと、うんってなるわ、やっぱ。酸味みたいな。グレープフルーツの酸味ね。うんうんうん。ああ、疲れてる時にはいいかもしれないです。今回のこのマッチピンク。無果汁の割に、ピンクグレープフルーツの味、出せてたんではないかと思います。まあでも、やっぱり僕は普通のマッチが好きなので、普段はマッチに、そっちのマッチね、飲みます。普通の。皆さんもぜひこのマッチピンク飲んでみてはどうでしょうか。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。マサダイ TV をまだチャンネル登録してないか、動画下の登録するならチャンネル登録よろしくお願いします。